皆さんこんにちは、元裁判官の樋口です。脱原発に関してあまりいいニュースはないですね。ニュースはほとんどないから、私はやはり本田君の活躍を毎日楽しみにしています。彼は200本アメリカで200本の中3ホームランを打ちました。彼の座右の銘というのがあるんですが、皆さんご存知ですかね。本の中にも書いてあるんですけれども、彼の座右の銘は、先入観は可能を不可能にしてしまうということです。先入観は可能を不可能にしてしまう。プロ野球では二刀流は不可能である、ましてや大リーグでは全く不可能であるという先入観を持ってしまえば二刀流はできないんですね。彼以上の才能を持った人が何人かはいたと思いますが、大リーグでは二刀流は不可能であるという先入観でその才能が積まれてしまったと私は思っています。私はもともと脱原発派でも何でもないんですね。だけど、この私も1号機と3号機の爆発の様子を見たときに、これで日本の原発は終わるだろうなと思ったんです。だけど、どっこいそうは終わらない。脱原発を妨げている大きな要因は何かというのね。それは、岸田政権でもないし、電力会社でもないんですよ。一番大きな要因は私たちの心の中にあるものです。それは例えば裁判官とか原子力規制委員会とか国会議員とか、責任の重たい人はそれなりの責任感とそれなりの賢さを持っているんじゃないかという先入観。日本の国は大きな失敗から教訓を学ぶ賢さを持っているんじゃないかという先入観。いろいろありますが、一番でかい先入観は原発は難しい問題だという先入観です。これが圧倒的な先入観です。脱原発派であろうがなかろうが、推進派であろうがなかろうが、無関心派であろうがなかろうが、全員が原発は難しい問題だと思っています。だけど私はそうは思っていないんです。特に原発差し止め訴訟なんていうのはとてつもなく難しいんじゃないか。原発問題が難しい上に訴訟だからもっと難しいんじゃないか、多くの人が思っています。だから浜岡原発なんか2007年ぐらい2007年に誓いで判決を、もう何十年もやってるんですよ。何十年もやってても結論出ない。なぜかというと裁判官が難しい問題だと思っているから。大井原発、私は大井原発の訴訟を担当しましたが、大井原発の訴訟で原告住民の主張はどういう主張だったかというと、大井原発の敷地に強い地震が来ると原発が事故を起こします、だから我々を守ってくださいという、そういう主張でした。それに対して関西電力は次のように答えました。大井原発の敷地に限っては強い地震は来ませんから安心してください。これが原発差し止め訴訟の本質です。その言い分を信用するか信用しないか、関西電力の言い分を信用するかしないか、たったそれだけの話です。原発の問題も
いろいろ問題がありますが、決して難しい問題ではないです。原発の問題は、原発の本質はたったこれだけです。人が管理し続けないといけない。原発は人を管理し続けないといけない。そして管理し損なったら暴走します。暴走した時の被害はとてつもなくでかい。たったこの2つです。福島原発事故では何があったのか、何が起きたのか。津波や地震で原子炉が壊れたわけじゃないんです。津波と地震で停電しちゃっただけなんです。停電しただけで人が管理できなくなって暴走してあれだけの被害がございました。しかもそれが最大の被害ではなかった。吉田所長、具体的には吉田所長はチェルノブイリの10倍の被害を想定しました。チェルノブイリの10倍ですよ。日本の国が存続できるかどうかという問題なんです。そして、原子力委員会の委員長近藤俊介氏は 東京を含む福島原発から250キロ圏内が避難区域になるだろうという推定を述べました。要するに東日本壊滅、チェルノブイリの10倍で日本壊滅か、それとも東日本壊滅かというその寸前の寸前まで行ったんです。でその原因は何ですか。その原因は単なる停電です。停電すると人が管理できなくなって暴走する。単にそれだけの話。それが理解できているか理解できていないかで全てが決まります。原発に関する最近の問題、まあ、そもそもきっかけはロシアのウクライナ侵攻ですね。それで天然ガスが値上がりしました。石油も石炭も値上がりして、火力発電所の値段が、燃料費があって、電気代が高騰しました。電気代が高騰しますと、まあ、せっかくある原発を動かした方がいいんじゃないかという雰囲気づくりが、それで、まあ、古い原発も動かしましょう。40年よりもやめましょう。新しい原発を作りましょう。で防衛力が高まって敵基地攻撃能力を持ちましょう。さらに司法会では最高裁で国家賠償棄却判決が出ました。その一月後株主代表訴訟13兆円引用判決が出ました。しかし水戸地裁では避難計画は不備だということだけで原発の差し止めを認めました。これらの動きとか、これらの判決、この判決正しい判決ですか、この判決間違ってる判決ですか、この動きは正しい動きですか、それとも間違ってますか。これは原発の本質が分かっておれば全て分かります。直ちに分かります。いずれも難しい問題ではないんです。例えば40年ル原発動かしたいから、ほとんどの原発は40年超えちゃってるんですね。だから40年ルールを崩さないと動かせなくなる。じゃあ40年ルールを撤廃しましょう。これ正しいんですか、間違ってるんですか。この時ね、40年かなり古いですね。古いものを動かすという時に人が何をイメージするかだけです。古い車とか古い火力発電所とか古い工場とか古い家電を
動かすことをイメージしたら間違えます。なぜ間違うかというと、例えば古い車、50年前の車を運転してました。当然故障が生じます。故障が生じる。どんな故障か、例えばガソリン漏れが生じました。じゃあどうしますか、じゃあどうしますか、と車を止めてジャフを呼べば全て解決です。古いカルパンでなんかトラブりました、地震が起きました、どうしますか、火を止めればそれで解決です。だけど原発だけはそうじゃないんです。原子炉の運転を止めても、原子炉を冷やし続けない限り、人が管理して冷やし続けない限り暴走する。管理をずっとしなきゃいけない。じゃあ何に似てますか。老朽原発は老朽自動車じゃないんです。老朽飛行機に似てるんです。老朽化した大型旅客機に似てるんです。50年前の旅客機に誰か乗りたいと思いますか、という話です。すごくシンプルな話です。50年前の飛行機は操縦しちゃいけません。当たり前の話です。いや、そもそもこのきっかけは電気代が上がりました。じゃあコスト論なんです。コスト論は言っちゃいけないんでしょ。そもそもなぜかというと、多くの人の生活や命や健康を奪ってしまうから。だからコスト論、損得感情は言っちゃいけないんだけど、向こうが損得感情を言う以上は、まあ、売られた喧嘩は買わないわけにはいかないからね。損得感情やってみましょう。これ東京電力の売上高5兆円です。利益率 5% で年間2500億円、まあ、大体そんな感じです。福島原発事故でどれだけ損害出ましたか。少なくとも25兆円。少なくともですよ。儲け2500億円上と100年分の利益飛ばしました。一発の事故で100年分の利益飛ばしました。そんなものがコスト的に見合うわけじゃない。見合うわけがない。全く引き合わないぐらい。全く引き合わない。これが仮に東京に一番近い東海第二原発だったら、どれだけ被害を生じますか。665兆円です。大きすぎて分かんないそうです。分かるのは国家予算だけです。国家予算110兆円、6年分の予算が飛びます。日本の国は破産します。より大きな規模だったらもう破産どころじゃない、破滅するんですよ。例えば浜岡原発で大事故があったら、福島原発事故を超える事故があったら、日本の国は破滅するんですよ。そんなものにコスト論は当てはまらないんですよ。コスト的に全く引き合わない。もう一つ、ロシアがウクライナ侵攻したから、まあ、人の国を信用しちゃいけない、防衛能力を高めましょうと言っちゃってるんだけど、そんなこと言えますか。日本の国はすでに全国17カ所で54基も原発を、しかも海岸沿いに並べちゃったんですよ。防衛の要ってなんですが、防衛の要って当然弱点をなくすことですよ。それが出発点です。だけどそれをやらないで
敵基地攻撃能力を持つっていうのは矛盾するんですよ。矛盾するんですよ。どう考えても矛盾する。だけど、もう矛盾しないという人もいる。いや、矛盾しないという考え方はできます。どう考えればいいかというと、仮想敵国とかテロリストは日本の原発を狙わないというね、テロリストに対する高い信頼を持っておれば矛盾しないんです。だから今の岸田さんは そういう、まあ、そういう信頼感を持ってるんかなって、まあ、そうすると納得できるな、まあ、そういう感じなんですね。でそもそもこれ今の話分かるじゃん。これ原発の問題は防衛問題なんでしょう。環境問題でもありますし、エネルギー問題でもあります。だけど一番の軸足を置くべきところは防衛問題です。尋常じゃないんですよ。500兆円とか敵基地攻撃を持ちながら日本の原発は原発一般ですよ。原発一般は原発って何ですかって言うと、要するに自国に向けられた核兵器です。だからこれは河合博之さんの言葉なんですよね。あの本質をついてるんですよ。本質ですよ。本質をつくことが大事なんです。いらない知識はかえって邪魔になるんです。本質をつけば原発は我が国に向けられた核兵器です。これを除去するのに膨大な防衛費もいらないし、難しい外国交渉もいらない。この豊かな国土を次の世代に引き継いでいこうというね、そういう精神さえあれば簡単に踏み出せる道です。判決が正しいんですか？これらの判決正しいですか？国家賠償判決、これは間違ってるんですね。国家賠償規約判決、これもほとんど常識で考えてみてください。さっき言ったようにね、原発っていうのは電気がないとダメなんですよ。そして電気がないとダメで、外部電源は地震に弱くて、非常用電源は津波に弱いんですよ。そしたら津波に地震に伴う津波の予測ができるなら、そういう警告があったら普通の人を考えてください。そんな立派な人じゃない、立派な人じゃなくて普通の人でも、この原発は絶対に安全だと日本政府も電力会社も言い続けてきたんですよ。何十年も前から。日本の原発は絶対に核事故を起こすことがないと言ってきたんですよ。それが政府機関が地震を伴う大津波が来る可能性があるって言ったんですよ。普通の責任感とか普通の倫理性とか普通の感覚を持っている人なら直ちに手を打つでしょう。だけど何もしなかった。警告が出たのは2002年なんですよ。2002年に警告してずっと放っといて、で実際に津波の高さを計算してみると15メートルぐらい来てる。でも全然ダメですよ。15メートル来ると必ず非常用電源がやられます。それでも放っておいて、電力会社も国も放っておいて、だけどそれでも構わない、国庫賠償を負わないと言ったんですね。で、まあ、唯一反対した人が三浦裁判官で、この人は生存を基礎とする人格権は憲法が保障する
最も重要な価値であり、これに対し重大な被害を広く及びしうる事業活動を行う者は極めて高度な犯罪性を確保する義務も当然だと。この部分、一人だけ反対意見を述べた井村さん、この判決の部分は、私が書いた大井原発の差し止め訴訟に判決にそっくりです。パクったわけではないと思います。同じ考えたと同じ結論になっている。その一月後、東京地裁判決、朝倉裁判所が判決書きました。13兆円の損害賠償を認めました。後悔が、原発の過酷事故は我が国そのものの崩壊につながるため、我が国の崩壊につながりかねないものを運営している電力会社とか国はそれなりの重い責任を負うでしょう。例えばタクシーの運転手も、タクシーの運転手さんも人の命を預かっているんだけど、500人の命を預かっているパイロットの責任よりはやっぱりパイロットの方が重たいでしょうって、それだけの話。国を滅ぼしかねないもの、施設を預かっているものが重い責任を負うのは当たり前です。難しいことはいらないです。水戸地裁判です。これ結論的には正しいですね。これも本質が分かってます。原発の本質が。事故が起きた場合は原発の安全三原則、止める、冷やすと止めるを成功させ、これを継続できなければ収束に向かわず、一つでも失敗すれば被害が拡大して、最悪の場合は破滅的な事故につながりかねない。人が管理し続けないと破滅的な事故につながりかねないという本質が分かっているから正しい結論に至る。私は原発を止めた理由、ものすごくシンプルです。原発事故は極めて甚大な被害をもたらす。それゆえに原発には高度な安全性が求められる。地震大国において原発に高度な安全性が求められるということは、原発に高度な耐震性が求められるということにも他ならない。しかし我が国の原発の耐震性は極めて、だから我が国の原発、どこの原発もそうです。我が国のような狭い国土のこういう国では原発事故は国を滅ぼしているんですね。そのことを多くの人は知らない。多くの人は知らないんだけど、知ってる人も結構いるんです。知ってる人、要するにテレビに出てくる原発問題について喋ってるような人、あの人たちは東日本壊滅の危機その直前であったことをよく知ってるんです。よく知ってるのに日本の国を滅ぼしかねない事故が起きたんですよ。だから多くの人はこう考えます。そんな被害のでかいものはもうやめるしかない。だけど別の人、グループの人はそうは考えない。どう考えるかって、そんだけ被害がでかいんだったらそれなりには安全に作ってあるんじゃないかと思っちゃうんです。強烈な先入観が働きます。ここでもなぜそんな先入観が働くかというと、原発以外は全てそうだからです。原発以外は被害がでかければ発生確率は低いんです。例えば新幹線にも被害がでかい、想像してみてください。とてつもなく被害がでかいから事故発生確率が低く抑えられている。セスナ機と大型旅客機を比べてもそうです。
巨大隕石がめったにないのもその例です。世の中のものが被害がでかければ事故発生確率は低いから原発もそうに違いないと思い込んじゃってるんです。だけど原発だけは例外です。原発だけは事故発生確率も高いんです。ほとんどの危険というのは事故発生確率が高いか被害がでかいかどちらかです。だけど原発だけは被害がでかくて事故発生確率も高い、いわばパーフェクトな危険です。こんなものは他にはないんです。それが人が管理を外れただけで暴走する。どの程度か、これが2003年以降の主な地震です。日本には地震観測法がありませんでした。阪神淡路大震災以降慌てて作り出したんですね。でその結果分かったんですね。一番強いのは4000mm、令和6年能登半島地震は2828度。だいたいここら辺からするとだいたい震度7、熊本地震も北海道地震も震度7、だいたい1500、600以上になります。でこれが施設の耐震で、これが三井ホームの耐震、これ住友金庫、私が判決した大井原発が405で建造されました。700倍、私は判決通り700倍、これ全ての原発は大井原発405で込む、浜岡原発600から800にしていませんね。2000年、今覚えてる方原発470です。東海第二原発276回、1000回。これです。全般的に言えるのは、老朽化するほど耐震性が上がっているんです。一生懸命上げた結果でも、低いのは600、今覚えてるのは600ガルから1000ガル程度です。全ての原発は600ガルから1000ガル程度。こう言うとね、必ず次の話します。必ず原発は岩盤の上に立っています。聞いたことあるでしょ、原発は岩盤の上に立っています。原発の耐震設計は岩盤を基準としています。普通地震計は地表の揺れを基準としています。地表の揺れは岩盤の揺れよりもはるかに大きい、従って比べてはいけないんです。皆さんも聞いたことあると思います。必ず言うんですよ。だけど岩盤の上に立っているのは約半分は立っていません。このなんか詐欺師の手口で全部嘘言ったらバレちゃうんですよ。本当のことに嘘を混ぜるんですよ。これ正しい誤り、正しい誤り。岩盤の揺れの方が強くなるとは限らないんですよ。岩盤の揺れの方が大きかった例もあります。岩盤の揺れが大きいとかね、あるいは等しいとか言ってるわけじゃないでしょう。岩盤を揺らすか地表面を揺らすか、それは地震の勝手なんですよ。地震が起きてみて初めて分かる。誰も予測できない。こういう状態が日本の現状なんですね。とてつもなく危ない。原発訴訟の本質は何かというと、原発の敷地に限っては将来のあたり700ガルを超える地震は来ません。650ガルは来ません。伊方原発の場合は650ガルは来ません。これがこんなこと言えるんですか、言えないんですか。普通に考えてください。普通に
極端なです。これ伊方原発、伊方原発ここにあります。浜岡原発ここにあります。これ南海トラフ地震、こういう震源域、震源域ということは真下で起きてもおかしくないということです。まあ、浜岡原発は動いてません。伊方原発は今動いてます。じゃあ伊方原発の真下でマグニチュード9、マグニチュード9というのは東北 3.11 の地震と同じ規模です。真下で起きたら、福島第一原発は180キロぐらい入ってたんですね、震源とね、マグニチュード9で。それでも岩盤で650ガルぐらい来たんです。真下で起きたら、どんだけ来ると思います？四国電力は何ぐらいと想定しているのか、規制委員会はどのぐらい期間したのか、広島高裁がどのように判断したのか、結論を言います。181ガルでした。181ガル以上来ませんと言っています。規制委員会はどのぐらい審査したのか、18秒。審査してないんですね。あ、そうですか、181秒、そうですか、何回だろうに来たりましたら、181秒。要するに、この人たちは、机上の計算だけやってるんですよ。机上の計算だけ。われわれが知りたいのは、そうじゃないです。実際に起きている地震がどの程度の地震なのか、それ知りたいです。これが最も重要な科学的事実です。最も重要な科学的事実について関心がないんです。皆さん、もう先ほど映画の中で言ってましたけど、皆さん裁判所って何をやってると思いますよ。差し止め、原発差し止め、この原発は安全かどうかを審査していると思うでしょう。何をやってるかというと、原子力規制委員会の、まあ、手続きミスがないかどうかを判断しているだけです。で、原子力規制委員会は原発が安全かどうかを判断していません。原発が規制基準に合っているかどうかを判断しています。それに対して裁判所はその審査手続き、審査基準に当てはめる、審査基準の当てはめに大きな問題があるかないかだけを判断しています。原発の耐震性が高いのか低いのか、国民が誰でも思うことでしょ、誰でも思うこと、普通に考えることって何ですか。原発の耐震性は高いんですか低いんですか。高かったらひとまず安心、低かったら不安でしょ、とっても心配。それに対して電力会社はここに限っては強い地震は来ませんから安心してください。これが原発訴訟です。要するに原発を止めようとする側も、それを審査する裁判所も、原発推進側と同じ目の高さ、同じ視点で原発の技術を見ちゃってるんですよ。そうじゃないですか。原告住民は原発が危ないから止めてくださいと言ってるんですよ。じゃあ原発が危ないかどうかを裁判所は審査しなきゃいけない。当たり前のこと、素直に当たり前に考えることを裁判所はやらなくてはいけない。私の考えですが、なかなか広まらないですね。
当たり前に素直に考えてください。皆さん誰でもこうです。原発の耐震性が高いのか低いのか、それを考えてください。そのためには皆さんの応援がどうしても必要なんです。不可欠です。今原発を止めるのはとても難しいと思われます。だけど南アフリカで黒人が大統領になるよりは簡単です。ネルソン・マンデラさん、裁判とは心の強さが試される戦いであり、道義を守る力と道義に背く力とのぶつかり合いである。これとても私好きなことです。好きなことです。何事もそれが成功するまでは不可能に思えるものである。どうぞ原発を成功させましょう。私の話は以上です。ご清聴ありがとうございました。どうぞありがとうございました。本当に分かりやすいお話でした。